なんかよくわかんない名前の会社名のあれですか、はい、何でしたっけ、はい、そんな感じ、まあ、そんなに知ってもらわなくてもいいかなってどうやったら仕事頼めんの企業的なやつで最近やったの何ですか、言える範囲で。まあ情報が公開されてるとこだと、例えば ZOZO タウンのトップページにどういう服とかファッションアイテムとかが推薦されたり、うん、陳列されたりするかを決めるような後ろ側のソフトウェアの改造とか、うん、そういうのをやったりして。そんなもんやるんですか。あ、それも、はい、やったりします。それ、そのなんかよくわかんない名前の会社名のあれですか。はい。何でしたっけ、はい。そんな感じ。何でしたっけ、半熟仮想って謎のちっちゃい。半熟仮想。はい。っていう零細企業やってまして。それでそういうの受ける。まあ受けることほどね。それ半熟仮想にはどうやったら仕事頼めるんですか。僕に話していただければ、ね、あんまり営業とかしなくて、そんなに大きくやりたいわけでもないので、たまたま知り合ったところとか、たまたま話が来たところとか。そんなの頼めるって知らないですよね、みんなね。まあ、そんなに知ってもらわなくてもいいかなってそうなんだ。そうなんですね。結構細々としたことが好きで、へ、あんまり大々的にやりたいわけでもないし、そんなになんか営業かけて会社を大きくしたいっていう感じもなくて、組織を作りたいとかそういうのないんですか、うん、あんまり背負いたくないっていうのがある、なんかこうわかんないけど、僕なんかは考えた、データとしてこういうのがあってこういうふうにした方がいいなって、うん、まあデータがなくても僕やっちゃうんですけど、はい、こういうふうにした方がいいなっていう信念があるとやりたくなっちゃうんですよね、うん、でたまに手出しちゃったりして大変なことになっちゃったりするんですけど、うん、はい、そういう気持ちにはなんないってことですね。あんまり実業家っぽい気持ちがないんだと思うんですよね、うん、そういうマインドはないと。だどっちかっていうとどこまで行ってもなんか科学者っぽいっていうか、うん、観察してる側に近いんだなっていうのは感じます、ね、うん、もう参謀ですらないと。時々参謀っぽいこともやるんですけど、うん、でもなんか欲望が弱いので前に立つのも暖房やるのもあんまり向いてないなっていう感じはします。